て。おねえ、どういうことか説明してくれるかな。違うんです、おねえ、私の話を。あなたがケイちゃんを巻き込んだの。ケイちゃんもたたりに襲われるの。ケイちゃんが、あんなに優しくしてくれたケイちゃんが、シオン、あなたのせいで。まだ話は終わってないよ、シオン。来ないで。あなたのせいでお社様のたたりはケイちゃんを選んだ。ケイちゃんにもしものことがあったらあなたのせい、シオンのせい。返して、ケイちゃんを返して。来ないでって言ってるでしょ。ケイちゃんを狙うのは誰？シオンは知ってるんでしょう？葛西さんから聞いてない？知らない。村の誰が命令を出してるの？知らない。バッチャなんでしょう？御三家筆頭の園崎お涼が裏で糸を引いてるに決まってる。知らない、知らない。私が知るわけない。お願い、それ以上。どこ行くの？まだ途中でしょ。やめ。本当は私だってこんなことしたくない。でもやらないといけないの。村にこびりついた飲酒を誰かが終わらせないと。それは園崎家次期当主である私の役目。私がこの手で村の安部を浄化する。そして、ケイちゃんを守るの。だからシオン、あなたも協力して、知ってることを全部話してくれたら。シオン。